鍵探さなくてよかったんだ。なんだこれ。灯台のブレーカーについて、1番を操作すると2番にも影響する。2番を操作すると1番と3番にも影響する。2番と4番、3番、すべてビリビリすれば灯台のライトは動き出す。このボタンはブレーカーのリセットボタン。あー、あ、そういえば上にハートなかったっけ。お、あった。ハートを手に入れた。え、これが灯台？置いてない。お、新しい電球。待って、レンズがあれでしょ、のずいぶん前に拾った。これでいいんじゃないの。ぴったりじゃん。え、じゃあ新しい電球探さなきゃいけないんだ。新しい電球ってどこにあるの？段ボール箱なんか入ってたりしないの？お、なんだ、入ってんじゃん。なんだ。ちゃんと在庫はあったんだ。はい。これで両方入った。動いてない。電気が通れば動きそう。イエス派。これつけると隣が消えて、まあでもそうするとここがついちゃうんだね。適当に動かしてたらついた。タッチブス。タッチブス。おお。ついたな、灯台の明かりが。これでまた明るい便りに戻れるってわけだ。それじゃあ行くとするか。うん。かっこいいね。サンキューポックル。を照らしといてくれよ、かなえた。おいし。
成仏できたし、よかったよかった。あれ、出口どこだ。ここか。よし、帰ろう。あれ、今誰か入ってった。あ、今日も疲れたな。え、いつも来てるの、もしかして。話、うん、島外からおじさま来ないかしら。別に聞くものないか。ちょっと聞いてみよう。エプロンの写真を見せた。前聞いたよね、これ。いい人だよ。話が長いのは勘弁だけどね。噂話好きだよね。パーターのヤギ嫌いのお父さんってどうなったんだろうね。もう出てこないのかな。よし、あと何個使うのかな。かなり大人に近づいてる気はするのですが。あ、腐ってる。金枝玉を2個奉納したんです。そういえばこれ見てないね。またコンビニが閉まってる。のみこさんに何かあったのでは。ポックルはすぐさま七瀬ホテルへと向かった。バーや失踪、手がかりは手紙とキノコ。名探偵ポックルは部屋から1羽のニワトリを発見する。自分が死んでることを知ったマドロスはポックルに願いを託す。灯台を直してくれ。海の男の最後の言葉であった。はあ、よし、じゃあどうしようかな。まだ時間あるんだけど、寝てしまおうか。ここホリホリしたっけ。じゃあどうしよう、釣りちょっとして寝ようかな。おいし、じゃあ寝るよ。おお、あ、そっか、灯台が。なんか悪そうな。リゾート開発を進めに来たとか、そんな感じかな。あ、そこは庵の指定席だよ。あー、一難去ってまた一難って感じですか。で、天気。おー、スコールあり。あ、水色キノコ売らなきゃね。おいしんでセーブ。おい、じゃあなんか怪しげな